さて、それでは K ワークスおよべさんにお話を伺いたいと思います。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はキャンピングカーショー2021、こちらの方にお邪魔してですね、なんとこの車両は本社の方にしかないということで、なかなかショールームにないということだったもんですから。そうです、おっしゃる通りです。まあ、急遽ですね、はい、撮影させていただいて。さて、およべさん、はい、今回ね、はい、K ワークスさんからまた新しいコンセプトの車ができたと、はい、いうことで伺ったんですが、はい、こちらの車両、はい、どのような用途で。こちらのお車の方はオフィスカーと申しまして、主にお仕事されてらっしゃる方のその仕事のよりしやすく、より働きやすい環境、過ごしやすい環境、それから今言われているテレワーク、こちらの方にご対応したお車という形になります。おー、そうするともうまさに、テレワークだったり、はい、っていうのに特化したというんでしょうか。おっしゃる通りです、うん、それこそもう移動オフィスっていうことでしょうかね。鋭い、まさにその通りです。なるほど、はい、そうするともうどこにいても仕事ができる、はい、またね、旅気分で、はい、出かけてってちょっとこう仕事を今のうちにやっちゃおうかなっていう時にね、できたりとか、はい、はー、なるほど。そんなですね、支店のお車が出来上がったということなんですが、はい、こちらベース車両は何になるんでしょう。ハイエースバンのデラックス GL パッケージをベース車としております。なるほど。乗車定員なんですが、はい、オフィスカーの方の乗車定員は5名という形になります。5名。そしてですね、まあ、そのオフィスカーということなんですが、こちら車内では寝ることは可能なんですか。可能です。ご就寝は基本的にお一人がゆったりと寝れるスペースですが、オプションのポップアップルーフもお付けすればお2階でも寝れます。そうしますと最大で3名の就寝ができる形となります。3名、はい、就寝ができるということなんですね、はい、それでは早速、はい、車内の方見せていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。およべさん、はい、もう見るからにオフィスですね、これ。おっしゃる通りです。弊社のこだわりであるまずその家具、それからデスクスペース、それともを十分確保しながら快適に過ごしていただく電源関係、エアコン、冷蔵庫、冬のヒーター、そして例えばお着替えするときに天井の高さ必要かと思います。ポップアップルーフでもお付けして十分な高さを確保しております。なるほど。これだけの高さがあればもう完全に車の中で立てますね。これ立てます。私が178センチあるんですが、もしよければ立ってみましょうか。お願いします。はい、はい、手を伸ばしてみます。ほう、全然余裕じゃないですか。はい、これであればお着替えなんかも簡単に、そして素早くできるかと思います。本当ですね、はい、はー、そして別にかがんだ状態でね、はい、過ごすことなく、はい、このまま本当にポップアップ上げておけば、はい、もう普通に立って歩いて。あ、おっしゃる通りです、ね、冷蔵庫でジュースが飲みたい、はい、取りたい、はい、なんかそういった時にも、はい、普通にふっと立って、はい、ジュースとか取ることもできるし。そうですね、手に取りやすいように冷蔵庫もこちらの方にございますので、簡単にこちらからジュースを出していただいて。なるほど。で、ここから大事なところです。弊社の最大の特徴はオフグリッドシステムになります。オフグリッドシステム。はい、弊社のシウムイオンバッテリーメビウスシステムというものを300アンペア積んでおりまして、これプラス
天井には300ワットのソーラーパネルを積んでおります。これによってエンジンをかけなくてもエアコンが約5時間ほどお使いいただける。そして冷蔵庫、パソコン、そういったものを全てお使いいただける形になります。なるほど、もうこの天井もソーラーパネルもしっかり入っていて、はいはい、で新時代の、はい、リチウムイオンバッテリー、はい、リチウムイオンバッテリーしっかり入っていて、はい、そうすると、はい、もうあまり電気を、ね、気にせずに使うことができると、はい、いうことでしょうか。おっしゃる通りです。で特に企業様ですとやはりこういったご車を止めてらっしゃってエンジンをかけてるってなった時にどうでしょうか。例えば他の方から見た時に企業イメージ、エンジンをいつもかけっぱなしにされているってなってくるとイメージがあまりよろしくない。でそこでエンジンを停止してオフリート稼働しながらもオフィス仕事をされていると逆に他の方から見た時にも非常に あの企業は環境に優しい車を使ってるんだ。で最近ですと SDGs がよく言われますけれども働き方改革、それから女性の社会進出であったりとかそういったところに関しても十分配慮した車ということは言えるかもしれません。なるほどですね、はい、もう本当にでもアイドリングでね、はい、そのガラ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 やるよりももう当然そのエンジンを切って、はい、当然アイドリングストップだなんだかんだで、はい、もう環境にもいいし、はい、それでいて本当に好きなところで仕事ができる、はい、素晴らしいコンセプトですね。ありがとうございます、うん、であのね小嫁さんが今座られてるシート、はいはい、こちらもですね肌触りの中良さそうなシートなんですが ありがとうございます。こちらの方もやはり座った時の感触であったりとかそれから使いにくさというのを考慮して素材を厳選をしてつけております。このシートなんか見るからにですねベッドになりそうな雰囲気なんですけれども。おっしゃる通りですね、まさにその通りで例えば疲れた時にじゃあ少し休憩を取るであったりとかあとここすごく大事なところなんですけど例えば外で仕事をされていらっしゃる方が夏場熱中症なんかになられてちょっとこう一休みする必要があるなんて時にも救急救命室としてもお使いいただけるそういったお車になっております。はあ、なるほど、はい、そういったところのサマーカーにもできるということですね。おっしゃる通りです。はあ、はい、それでは土井さんこちらのベッド展開、はい、お願いしていいですか。はい、わかりました。お願いします。はい、ベッドの方が出来上がりました。いやこれさっきねはい豊部さんが言われた、はい、一人でゆっくり寝られるよっていうことなんですが、はいはい、これ十分ですね。このスペースは十分ですね、はい、もしまたよければ来週寝てみましょうか。実際ぜひお願いします、はい、もう全然余裕じゃないですか。そうですね、はい、私の体格でも十分ですので、はい、例えば女性であればお二人もあと、まあ、家族でですね、はい、例えばお使いいただいたとしてもお子さんと一緒にいただくことも可能かと思います。なるほど、はい、そうですね。そして、はい、これは上では寝られない。
はい、今の展示用で、はい、屋根の天井部分の板の方をわざと外しておりますが、天井板を入れることによって上でも就寝可能となります。上でも寝られる。そうするともう当然キャンピングカーのね、はい、なんか要件を満たしている。おっしゃる通りですね。そんな車両になっていて、はい、でさらにはまたオフィスとしての機能が満載でと、はいはい、いうことなんですね。そうですね、あの唯一ないものがキャンピングカーですとお水の設備があります。それからちょっとしたコンロの設備があります。そちらの方はオフィスカーということであえて外してございます。あ、逆にそういったものはつけてないよということなんですね。おっしゃる通りです。はい、もともと電気設備自体がオフィスカーで電気のことを想定しておりますので、うん、先ほど申し上げた300アンペア、それからコンセント数の方も実はこちらに AC コンセント、それからこちらにも USB 電源、そしてこちらにもお二つ、さらにこちらの奥のところに AC コンセントが2箇所、それから USB、 こちらもお付けしております。もうこれ至る所にコンセントとか電気が取れる仕組みになってますよね。はいはい、おっしゃる通りですね。そしてここが、はい、こちらの方が引き出しとなっております。そして、まあ、こちら一般的なノートパソコンになりますが、はい、ちょうどこちらのご展開をいただくとちょうど、あ、いいですね、はい、あとマウスの方は引き出しがありますので、はい、そこからこう、おー、そういったこう、はい、仕事周りのね、はい、小物なんかもここで十分にこう収納できると、はい、いうことなんですね。はい、収納の方はこちらの方と2段目、はい、はあ、して3段目。あ、ここはまた長いといいますか大きいですね。はい、あのファイル環境を入れたくてちょうどいいかなと思います。なるほど。はい、で、はい、こちらの反対側にもこちらの方はファイル関係のまた収納できるような全てになっておりますし、はい、であと意外に気づかないところが一つ、うん、実はこちら、おお、はい、大型収納になっております。これであれば長い図面であったりとか、それから長尺もののご商品であったりとか、そういったさまざまなものがここに収納できる形になっております。なるほど。書類でもね、はい、ちょっとこう長めのものだったり大きめのもの、はい、で折りたくないもの、はい、いろいろ出てくるとは思うんですけど、これがあれば入れることができると。そうですね、はあ、素晴らしい。そうですか。でまたね、はい、この家具の色がダークブラウンと来てるじゃないですか、はい、ものすごく落ち着いた色で、はい、ありがとうございます、ね、これだから仕事しながら、はい、になると思うんですけども、はい、非常に落ち着いた雰囲気で、はい、仕事作業いろんなことができるんじゃないですか。これそうですね、やはりあのこの木のぬくもりっていうのはすごく大事になりますし、あとあえてこのようにさせていただいているのはやっぱりこう落ち着き、やっぱり仕事をしているときに落ち着いた空間って大事になってきますから、そこに重視しております。ゆっくりくつろいで仕事してくれ、はい、っていうことですもんね。そうですね、おっしゃる通りですね、はい、そしてここにモニターがあるんですが、はい、こちらの方は例えば建築現場さんなんかですと朝スケジュール管理をされることが多いかと思います。その際に従来のホワイトボードを使うのではなくて、こちらのモニターの方を大勢の方にこちらの内容を見ていただくという形になっております。そうすると屋外が会議室になっちゃうと、はい、おっしゃる通りです。なるほど、はい、やっぱりその換気の問題とかも全てクリアされます。特に今のこのご時世ですね。そうですよね、はい、コロナの影響も気にすることなくそういったことができるかなというふうに考えております。そうですか。でこちら今モニターに映し出されているのは、はい、これ同じ車両なんですか？全く同じものになります。おお、あ、そうすると内装色が違いますね。え、
オフィスカーの特徴は、例えばこちらの家具であったりとかシートの素材、床の素材等ですね、こちらの方は全てお選びいただけます。そうなんですね。はい、はあ、そうするとこういう家具だったり何なりの色がセレクトできると、はいはい、おっしゃる通りです。例えばこちらの方ですと、どうでしょう、木と比べたらかなりこうおしゃれな感じになってるかなと思いますので、やっぱ営業様がこちらの車を使われて中でご商談する商談ルームみたいな、そんなようなイメージをされたものになっております。うん、なるほど、はい、でこれでね、はい、例えば商品をちょっと飾っておけば、はい、簡易的なショールームに、はい、おっしゃる通りになっちゃうということですもんね。そういうことですね、はい、例えば企業様のコーポレートカラーであったりとか、そういったものを入れてお付きになるのも面白いかなというふうに思います。なるほど、その会社職にね、はい、合わせた感じの演出を、はい、してくれと、はい、いうことなんでしょうか。そうです、世界に一台しかない企業様の奥も作られたらどうかなという弊社からのご提案となります。なるほど、はい、お問い合わせいただければと思います。今ね、このオフィスという形で、はい、見せていただいてるんですが、何やら荷物も乗るよというふうに今伺ったんですが。そうです、やっぱりオフィスというからにはデスクワークだけじゃなくて、例えば商品を運んだり、そういった場合も想定されるかと思います。その場合の時にオフィス部分が加湿、いわゆるバンとしても使いただける形になります。今少しやってみますので。お願いします。はい、こちらの方で加湿部が出来上がりました。今シート兼ベッドの方がこちらに置いてございますが、例えば先ほどのこのシートも完全に押していただければ頭上空間まで積むことが可能となってまいります。そうすると荷物をたくさん積む場合はこのベッドキットを、はい、まあ、外してと、はい、いうことなんでしょうか。はい、でただそうすると、いわゆるワークスペースどうなっちゃうの、うん、というお話がありますので、うん、その場合は2列目のシートを少し下げていただいて、こちらにテーブルを持ってくれば前面のオフィス裏の部分は貸しという形でお使いいただくことができます。あ、なるほど、はい、先ほど使ってたテーブルになりますが、こちらの方を再度出して、これでワークスペースが出来上がりました。そっか、ここでも、はい、仕事をするスペースができるよということなんですね。はい、おっしゃる通りです。小籔さん、寝ることもできれば、はい、仕事もできるし、はい、さらには荷物も積めるし、はい、ショールームにもなるしと、はい、これね、1台何役になっちゃうんですか。これ1台も何役でしょうか。もう使い方は自由になりますので、4役、5役、6役、使い方の発想はもうその企業様でどんどんお決めいただければいいかなというふうに思っております。なるほど、はい、でも企業のイメージアップ、はい、そういったところもですね、ええ、一役買っていきそうな車両ですよね、はい、おっしゃる通りですね。企業様からこういうふうに使いたい、ああいうふうにしてみたいっていう、逆にアイデアを頂戴して、あ、そんな発想があったんだって驚くほどのことが日々はございますので、ご考えいただける企業様もそういった点をどん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 細かなことに見るので、私にこちらのぶつけていただければ、それを形にして具現化していきたいというふうに考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。なるほど、はい、いろいろご意見をくださいということも、ね、その通りです、はい、あるわけですよね、ええ、こちらは何です。はい、例えば汚れ物があった、靴が汚れてしまった、服が汚れてしまった、どこに収納するかって
なかなか皆さん迷われるんですね。その時にこちらをご活用いただければと思います。おー、はい、中はステンレス層になっておりまして、こちらの方ですね、排水もできる形となっておりますので、汚れ物、濡れ物、そういったものをご保管するのにはちょうどいいかなというふうに思っております。こういったオフィス感のいいところっていうのは、例えば企業様でご購入されて社員様の福利厚生でキャンピングカーとして貸し出されてもいいかな。お、そういうことですよね。はい、あ、なるほど。福利厚生で、ええ、社員が、はい、まあ、旅に出て、はい、だけど仕事が気になるんだったらここでやれるよっていうことでしょうかね。そうですね、そんなこともあったりするかもしれませんが。なるほど、はい、会社でオフィスカーとしてお持ちになられた時に、まあ、お休みとかにそういった貸し出されるってもデータだと思いますし、あともしもの時の BCP 対策としても、避難災害のツール関係もですね、積んでおけば、もしもの時のその移動事務所者それとしても十分お使いいただけることになりますね。はい、事業の継続がそのまま可能になるということも考えられます。なるほど。でこの車サブバッテリーが乗ってるということなんですが、はい、これどちらにあるんですか。あ、ご案内します。あ、ここにサブバッテリーが来てるわけですね。はい、ちょうど運転席の裏の家具の中に収納してございます。通常キャンピングカーですとここまで はっきりと出す加工はしないんですが、オフィスカーということで整備メンテナンスも重視しまして、スライドドアのところを開けたらバッテリー交換であったりとか、それからエアコンのメンテナンス、あとそれから冷蔵庫、こちらなんかは例えば外に出る時もあるかもしれません。これはあえて 12V のポータブル冷蔵庫となっておりますので、はい、これで外作業をされるときに現場に行かれるということも可能となっております。なるほど、はい、取り外し可能だよと。そういうことです。ということなんですね。はい、K-WAXさんは、はい、いろんな車両にポップアップを採用されてるんですが、はい、弊社は2つラインナップしておりまして、うん、従来の屋根が三角に開くタイプと、それからこちらの水平ポップとあります。こちらの車両ね、今見せていただいたんですが、はい、ズバリ、はい、おいくらになるんでしょう。はい、こちらの方がオプションの天井のポップアップルーフ、こちらをお付けして718万円からとなっております。718万円から。はい、そうですか、はい、とにかくオフィスとしての特化した車、はい、移動オフィスにもできる、ショールームにもなる、荷物も乗る、そしてまた就寝もできると、はい、本当に使い勝手のいい車両になっていると思うんですが、はい、ぜひとも、はい、いろんな相談を小矢部さんにしていただいて、はい、その企業イメージアップをね、はい、図れるような車両を作っていただきたいですよね。そうですね、ぜひお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。